新宿付近を走る2715サヨなら、運転での2700系、京王2 7 0 0系電車は、1953年に登場した、京王帝都電鉄、京王専用の通勤系電車。17メートル級車で、日本で初めて高長力港を使用した軽量車である。これは、当時の軌道施設の許容軸重をクリアするために、採用された。 また一時車には誘導無線が採用されたが、誘導無線の実用化は1954年で、これは阪神電気鉄道と並んで、日本で最初の例である。車長、車服ともに2600系とほぼ同じである。しかしながら、前面は非貫通2枚窓の湘南型となり、側面も片開き3扉で、窓配置は先頭車が D1D3D3D2、中間車が 2D3D3D2 という関東タイプの走りとなった。全商灯は窓上中央に設置されており、登場時は1灯で全て大型白熱灯だったが、1964年に2灯化された際には、大型白熱灯で2灯化されたものとシールドビーム2灯化されたものの2種類がある。また、幕板部左右には、 微灯が廃された。制御電動車で、派2700系、付随車左派2750系、制御尺派2770系の3形式が製造された。左派2750型はすべて中型車の更新名義となっているが、車体は申請されており、流用されたのは台車だけである。で派2700系の奇数番号車と、 区ハ2770系の偶数番号車が新宿砲戦闘車、デハ2700系の偶数番号車と区ハ2770系の奇数番号車が八王子砲戦闘車となっている。デハ2700系の運転台側にパンタグラフが載せられていたが、昇圧準備工事の際に連結面側に移設されている。塗装は登場当時の標準色であった。 ダークグリーンから、後にスタンリッドライトグリーンに塗装されていた。なお、初代五線京州駅による特急列車運転開始の際に、優等列車用にアイボリーホワイトに、円字体を巻いた車両も存在する。1953年製のデハ2701から2706、サハ2751の2753の給料。 前述の通り高張力孔を採用しているが、実際に使用している箇所は、デハの骨組みだけで、デハの外反並びに左派は普通孔である。また、デハ2705と、デハ2706には、誘導無線が取り付けられた。1953年製のデハ2707から2714、デハ2715から2720の14両。 全面的に、高校長緑校を使用しているほか、側窓周りが大きく変化し、H5 無視時の、いわゆるバス窓を採用、横方向に3本のリブが入った。1954年製の区班2771から2777の7両で、すべて同級生。全面下部に急行灯が設置されたが、これは既存者にも追設された。なお、 区派でありながら高校長旅校で製造されたが、これは将来の伝送化を見越してのためである。1956年製の出派2721から2724、区派2778から2784の11両ですべて等級製。側窓は h ゴ無指示ながら上段、下段ともに上昇式となった。このグループより、 客室等が蛍光等となった。1962年製の千七2754の2755で、等級製当初から2010系に順次多全構成車体で製造されており、室内もデコラバリとなっている。本系列は、総勢で43両が製造されたが、5070系の機器教室や2010系サハの体質改善を、 兼ねたサハ2500系、2550型への改造により数を減らしたため、一連の転用が終了した後の23両で存在していた時期が長い。この頃には、デハ2700型と区ハ2770型で車号末尾を揃えた2両編成となっていたが、区ハ2771をサハ2512に改造されて半端となった。 デハ2701は 2600K と編成を組んでいた。1970年にデハ 2700K6 両に対して中間車化改造が行われたが、これは編成中間の運転台を客室化することで収容人数の増加を図るためである。これにより 2010K との貫通6両編成が4本、2700K のみの貫通4両編成が1本、 誕生している。1977年から廃車が始まり、1981年11月8日に、京王相模原線調布駅、京王多摩センター駅間でさよなら運転を実施後、出波2711を残して、全車廃車となった。このうち、区波2782は、運転台側の車体半分が、藤沢市内の解体業者に、 物置として転用されていた。なお本系列の廃車後も、2010系の左派に改造された車両のうち4両が1984年まで残っていたほか、工述のでは221が1986年まで在籍していた。なお、運用開始当初は、河川電圧600ボルトであったが、1500ボルト、昇圧も考慮されていた。 1965年から1969年の間、デハ2700型よりクハ2770系の量数が多くなっているが、これらはデハ2600型と2両編成を組んでいる。1982年にデハ2711が事業用車に改造されでは220、系221となった。ただし、使用期間は短く、 1986年に廃車されている。改造店は下記の通りである。ありがとうございます。